でもあれ王様のレストランで、この前三谷さんが。初めは筒井道隆と山口智子をくっつけるプランだったって聞いて仰天しましたけどね。ああ、そう言ってましたか。はい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 。で、それを一話見て、これ松本幸四郎との方がいけるなって思って。軌道修正したんだとおっしゃってましたよ。あ<ー>ただ、ものすごくラブ薄いですけどね、ね <laughs> そうですよね。そうです。<laughs> あの、でも、うん、あの、なおは、だいしだけ、あの。 あの当時の松本幸四郎さんと山口智子さんのカウンターでのシーンというのはとてもいいシーンだったよかったよかった覚え,覚えてますけどねそこにあのソムリエの白井明さんが、うん、白井明さんが来て男と女がカウンターに座ってたらワインがないと格好つかないだろうって言ってこうワインを継ぐというね <laughs>、はい、それもみたいで覚えてないんだろうな,な <laughs> いやいや全然覚えてますよこんな,言こんな言セリフを <laughs>